こんにちは。ただいまから、太田隆夫先生の立ち講義を始めたいと思います。私、自治会を務めます理学研究会の佐々木と申します。まず最初に、皆さんよくご承知だとは思いますけれども、太田先生 の経歴等について、ご紹介したいと思います。太田先生は1977年に理学研究会からご研究され、ピッツバーグでの研究、九州大学での助手、お茶水大学で助教授、広島大学で教授、卒業研究所で教授を経て、2006年から理学研究科で就任され、この3月31日で定年を迎えられる予定です。その間、教育、研究に関して、多大なる貢献をしてきました。特に、秩序化過程の大変です。これは温度が高い時にはバラバラ乱れた状態にあるわけですけれども、急冷した時に秩序化が始まるわけです。その時にこう空間的に不均一な構造ができるわけですけれども、そのダイナミックについて、理解を大きく伝授されます。この記述モデルというのは非常に簡単なわけですけれども、いろんな接続があったりとかそういうのでは全く歯が立たないものです。それに対して非常に物理的に豊かなアイデア、そして数学的に非常に美しい手法を持って、普遍的で一般性の高い結論を得ることに成功しました。その後、これは現在ではですね、何というか統計物理学におけている教科書的知識として、ほとんど多くの国の人が勉強してほしい成果というふうになっております。その後で、その実用化の考え方をさまざまなところで展開させ、例えばコウムシ、これは目のようにほにょほにょしていてなかなか何だか具体の知れないものなんですけれども、そういうものに対して物理的にしっかりした基礎付けでアプローチできるという、そういう基礎付けをなされました。でこれは今でいうソフトマターのダイナミクスの先駆け的な研究に位置しております。で、現在実際ですね、非平行ソフトマターというコンセプトを太田先生は提案され、さまざまな分野の研究者を巻き込みながら新しい学問分野の創生に尽力されてきました。で、今日はタイトルは関連ダイナミクスという非常にシンプルなタイトルで、どういう講義が聞けるのか楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。大変ご丁寧なイントロダクション、どうもありがとうございました。人生は想定外のことがいろいろ起こるものですけれども、最終講義の司会が笹さんであろうなどとは1万分の1も思っておりませんでした。お手柔らかによろしくお願いします。それでですね、今日は海面ダイナミクスというタイトルでございますけれども、昨日久保先生と1時間半1対1で雑談する機会がありまして、久保先生タイトル何でしたって言ったら、何でしたっけ、素粒子論を志してという非常に格調の高いタイトルでございます。で、私いろいろ考えたんですけれども、要するに私がこの40年間やってきたことでバックボーン的なものは一体何かというふうに考えると、ソフトマター物理学ではなく、相対物理学ではなく、非平行物理学ではなく、海面ダイナミクスであったということでございます。ただそう申しましても、どういう場合にかということをやはり申し上げないといけなくて、その副題的な感じは、その非線形非平行形における海面ダイナミクスということにさせていただきます。それでですね、40年間のことを時代を追って喋ってみて、最後の方で、これからまだあと20年ぐらい研究ができればぜひこういうことをやりたいというようなことをお話しさせていただこうかなと思っています。それで最初はですね、私1971年に大学院に入って富田先生でございますけれども、富田先生でここは富田先生ですが、もう一人富田博之先生
写真が実はないんですけれども、ご本人がそこに座っておられますので、ご本人を見てください。で、富田先生はこれからは非線形非平行形ですよということで、この論文は、リミットサイクル振動の周りで の非線形揺らぎの性質を調べたという論文でございます。で、時々私の経歴を調べる人が おられまして、これが太田の修士論文であるというふうに思われている方がおられるんですけれども、そこではございません。私の修士論文はこれよりずっと後で、73年に修士終わったんですが、それが発表されたのは1977年でございます。非常に遅れて、その先ほどの吉川先生のお話と実は関係してるんですけども、ベロソフ・ジャボチンスキ反応の簡単化したモデルということが修士論文でございます。まだ海面大学とは何の関係もございません。で、じゃあマスター論文はじゃなくて学位論文は何かと言いますと固定液体の動的臨界指数の自己無動着な計算、これは私この京都大学の結構特徴だと思うんですけど、院生勝手に論文書いてよろしいということが今もあるのかどうか知りませんけれども、勝手に書いても何の問題も生じないという伝統があるところでございます。それで、この論文を書くときに富田先生とか、そこに座っている富田さんとかですね、あるいは川崎達夫さんなんかに実はいろいろ教えてもらったんですけれども、こういうことが一人でできるわけではなくて、この前、すみません、関係する前の仕事がございます。このグレイという人のエクスポネントイータですね。イータっていうのは秩序変数の異常次元ですね、を4次元からの展開ではなくて、あるいは繰り込み群による計算ではなくて、セルフコンシステントにやりましょうという論文が1970年に出ました。で、これは私中身はほとんどわからなかったんですけれども、この間は多分動的臨界現象の臨界式の計算にも使えるに違いない。で、使い方がやっぱり学生ですからわからないんです。何をどうすれば、全然わからなかったんですけども、1年間ぐらいこうのたうち回ってると、ある時急に分かってしまいまして、それでこういうレターを書いたわけでございますけれども、ただこのブレイという人は後でまた出てきますので、こういう顔をした人ですけれども、覚えておいてください。実は全然違う場面で出てきます。で、ごく最近はこの人、あなたの分野に近いよね、ガラスやってますね、こうやってね。あ、違うんですか、すいません、間違えましたそれで、ただまあそうは言ってもフルペーパーを書くときには、川崎教授さんがこの頃基礎物理学研究所におられました、帰ってこられてました。だから川崎教授さんのところに行って、実はこういうことをやったんですけど、次何をやればよろしいでしょうかというような相談をさせていただきました。で、そういうことがございまして、それをまあこういうフルペーパーを書いて、それを学位論文にさせていただいたということでございます。ここまではまだその海面というのはどこにも出てこないわけですね。ただ私この後実はスランプに陥りました。やろうとしてたことが実はできなくて、非常にそのしんどい時期がございました。まあしんどい時期だって1ヶ月か2ヶ月ですけれども、3年も4年も大したことはないんですが、それでも川崎教授さんはそのことに気がつきました。太田がなんか偉く悩んでおるなと。それで教授さんが問題をくれました。つまり1971年にウィルソンが繰り込み群理論を臨界現象に適用して、静的臨界現象も73年4年頃終わって、次動的臨界現象ですよっていうのをずっとやってた頃なんですね。ところが教授さんは太田さん、繰り込み群で海面張力を計算した人は実はいないんですよとボソッと言ってくれたんですね。で、彼の言うことは大体何言ってるか意味不明なんですけれども、これは非常によく分かった非常によく分かった。それでこれちょっとまあいろいろ勉強になったんですけども、この仕事は。それでこの頃は全部 PTP ですね、今は PTEP と言いますけれども、に、こういう論文を出しました。つまり表面張力はこんなもんですよ、まあ細かなことはいいんですけれども、
で臨海振幅、臨海振幅って言うんですか、それも4次元からの展開で計算できますよ、そういうことをまあやったわけでございます。だから学位を取った後でその何て言うんですか、かなりの長い間続く研究に入っていったということができるかと思います。でこれは1977年ですけども、実は1年後に非常にほとんど同じ仕事が藤川レビューに出ました。インターフェーシャルプロファイルインスリーダイメンションですけども、これはピッツバーグのジャスノーさんと、でこのルドニックさんというのは今カルテックにいると思うんですけども、非常に優秀な方ですね。この2人がほとんど同じことをやった。で実はこれセプテンバー4日に、1978年のセプテンバー9月4日にパブリッシュされてるんですけども、私は9月1日に、ポスドクでこの人のところに行きました。実はだからこれがパブリッシュされる前から、あ、同じようなことをやってるということを実は知ってまして、じゃあぜひともそこに行きたいということで行ったわけでございます。でまあそういうことがございました。次は何でしたっけ。あ、次は何でしたっけ。あ、次はこれですね。で次はこのワグナーというのは、そのドイツではハーケンとかそういうのと同じぐらいこの優秀な後継者を育った人ですけれども、この方がを中心にして1980年にローテンプチャーリミットでドラムヘッドモデルをギンツブ・ランダー・ウィルソンモデルから出しましょうという理論の論文を書きました。つまり A という状態と B という状態があって、ローテンプレチャーリミットというのは海面の厚さは考えないということです。でこれがこんなふうにこう歪んでおる、太鼓の皮を叩いた時みたいに歪むと、それをドラムヘッドモデルというんですけれども、それを場の理論を使って出しました。つまりああいう海面がございますと、それはシステムのトランスレーショナルインバリアンスを破る、だからゴールドストーンモードがあるわけですね。だからそういう遅い変数であるゴールドストーンモードだけを残して他の自由度を消去しましょうということを場の理論的にシステマティックにやりましたよという論文でございます。でこの論文を見てまた教授さんがやってきて、あ、すいません、その前にありました教授さんがやってくる前ですけれども、まあ、現実のランダウフリエナジーというのは、まあ、低温側でこうだとしましょう。そうしますとこれから海面のフリエナジーを出しなさいと、これはもう答えは分かってまして、表面張力かける面積ですね、海面の面積ですね。で海面の面積は、例えば XY 座標で海面の位置がこうだとしますと、この高さ F を使いましてグラディエントファイの2乗のルート、まあ、こういうジェオメトリカルなファクターがかかります。要するにこれからこれをシステマティックに出したということでございます。でこれ自体は今から考えるとこんなの論文になるんですかという、まあ、感じなんですけども、30年前はきっちりと論文になったというわけでございます。それでこの論文を我々読んで教授さんが私とこやってきまして、また太田さん、あ、じゃあ太田さんじゃなかったですねこれすいません、彼らはスタティックなことをやった。だから我々じゃあそのドラムヘッドモデルのダイナミックバージョンを出そうではございません、ございませんかなんて言いません、出そうではない言葉がおかしくなりましたけど、出そうではないかというようなことを言ったわけでございます。これはとも若い人ね、これいい考えで、どっかでスタティックなことをやれば、そのダイナミックバージョンをやれば、なんかすごい仕事になることが往々にしてございます。行き詰まった時はこれを覚えておいた方がええかも分かりません。私の学位論文だってスタティックのエクスポーネントの何かを知って、それを動的臨界指数に適用したということのみでございます。でやりましょうということでやったわけですが、まあこれ1982年ですね、ジャニュアリーで最初にやったのは一番簡単なモデル、そのウィルソン、ゲインズブルー・ランダー・ウィルソンのフリーエナジーがございまして、それを反関数 微分してマイナスセータ、でセータっていうのは、まあ、ガウシアンホワイトノイズかけときましょう。だからこういう非線形はここだけですけれども、こういう場の方程式でファイっていうのはスカラーですけれども、そういう場の方程式でからその海面の方程式を出しましょう。でここのお話はそういう
万能理論的システマティックなやり方はせずにさっと出せる方法で説明しますけれども、まあこれですから、こことこう比べるとファイが1かマイナス1が安定ですね。だからこの半径が R の Q あるいは円があって、その中でファイが1であるとしましょう。外側でファイがマイナス1であるとしましょう。で半径だけが時間変化する、そういう場合を考えましょう。そうしますと、そういう条件をここに代入しますと、この時間微分は半径の時間微分になりますし、ラプラシアンは、そういう動形座標を使いまして、まあ、このようにかけると。そうしますと、重要な部分はこことこことここ、半径が海面の厚さに比べて十分大きい極限では、これとこれとこれ足したものはゼロになります。ほぼゼロになります。だからこの3つだけ残ります。でこれを意味することは何かと言いますと、これは R ドットですから、このノーマル方向の速度ですね。でここの R 分の D マイナス1は何かというと平均極率、それにモディファイされるランダムフォース、こういう界面方程式が得られるわけでございます。でこれは、こういう XI 座標で書きますと非常に非線形な分母に、こんなのがあって、ここにこう FFF3 つある、こういう非常に非線形な方程式が出るわけでございます。それでだから、ただまあ多分物理の教科書に出てくる一番シンプルな方程式だと思うんですけど、素粒子の方ではここまでシンプルな方程式は多分ないんだと思うんですが、 V イコール K ですね。ノーマルウェロシティ、これミンカーバイ、これ以上簡単な方程式というのはないはずですね多分。でこれは一体誰が最初にやったんだって調べてみると、マリンスさんという方です。これはマリンスセカーカ不安定性という結晶成長の方で非常に有名な不安定性があるんですけれども、そのマリンスさんが1956年のこの論文で書いているようでございます。でもし平均極率がゼロ、まっすぐな海面がある速度ラムダで動くとき、それはここに足し算でラムダがつきます。でそれで先ほどの F ですね、直行座標で書いたこの方程式を直行座標で書いて、最低時の非線形を残しますと、グラジェント F の事情というのが残ります。このラムダはまさにここの一定速度のラムダです。でこれは非常に有名な方程式ですね。カーダ・パリシ・ザンという方が1986年にこの方程式を徹底的に調べ、繰り込み群で徹底的に調べ、最近では笹本さんたちが、ノイズが変わっている場合でもその厳密解がなんと求まるという、そういう非線形散逸系で厳密解がノントリビアルな厳密解が求まるというすごい方程式でございます。じゃあ次をやりましょう。この辺りは私、川崎先生のお手伝いをしてただけです。私必ずセカンドオーサーで、これまあいいです。1980年ですね、ジュライですね。今度は保存系をやりましょう。保存系というのは何かというと、先ほどの方程式はここがラプラシアンではなくてマイナスだったわけです。だから今度はここにラプラシアンが、なんかとにかくこう非線形だけのなんか拡散的な系ですね。要するにものがファイというのが、システム全体境界条件がノンフラックスであれば、ファイというのは K 全体で保存しないといけない、そういう量の場合、そういう場合をやりましょう。でこれはすなの川崎先生も孫つかんかったと思うんですが、私は非常に苦労しました。なぜかというと、先ほどのまん丸い場合と同じようにしますと R ドットのこれが出ます。でここはラプラシアンがない場合ですから同じなんですね。誰がどう考えても非常にひねくれた性格でない人はこのラプラシアンをこっちに書きようとしますよね。いっぱいタームが出てきて何が何やら分からなくなるんですよ、やってみると。これはもうとんでもないことになりましたねという感じで苦しんでたんですけども、まず川崎先生が気がついた。それは何かというと、正しい方法はこのラプラシアンをこっち側に持ってこい、要するに逆オペレーターを定義してこっち側に持ってこい、要するにグリーン関数を定義するだけですけども、こういうグリーン関数を定義してしますと、これはこのラプラシアンをこっち側に持ってこれますから、あとはこいつとこいつだけを残せば
まあ、ランダムフォースもありますけれども、こういうふうに求まる。だから非常に空間的に非局所な方程式が得られるわけでございます。でこれは物理的には誠にもっともで、まあ、感覚的に分かると思うんですけども、海面がこうありまして、出っ張ってるところの原子というのは剥がれやすいはずですね、平らなところよりも。なんでかというと周りの原子少ないわけですから剥がれやすい。でそれが剥がれますと、そいつは拡散でいろんなところに伝わる。でそこの海面の形状を変えると、こういう形の非局所性が現れるということで、物理的には非常に最もで、ただ私はあんまり賢くないもんですから、なんでやねん、なんでこっち側これを素直にこっち側にこうかけていっちゃいけないんですかって分からん。そういうことを教授さんに聞くとバカもんって怒られそうですから、聞かずにずっと言いましたけれども、これが分かったのはですね、応用数学者のおかげでございます。こう見てるとちらほやちらほらっていうか、何か偉い応用数学者の方おられますけれども、まあ、小林亮さんを応用数学者と言うかどうかはちょっと微妙なところございますが、まあ、とにかく彼は非常に重要なモデルを導入しました。フェーズフィールドモデルというんですけれども、結晶成長で、彼の斬新なところは、そういうのを我々その保存系のミンツボランダー方程式でやろうとするんですが、非保存量を導入するわけですね。どういうことかというと、液体は S が0だと思え、で結晶の状態のところは S が1だと思え、ほんならその非保存の GL 方程式で A ではないかと、この F というのは S-S3乗だと思っていただいて結構です。この H というのはまあ温度だと思ってくださっていいんですけれども、温度は拡散しますよ。ただし液体が固体になるところでは熱が出ますよ。つまり S が時間変化するところでは熱源になります。だからこういう方程式を彼とか、あるいはカジナルクという、この人もピッツバーグの人ですけれども、がほとんど同時にインディペンデントに、ここの話を始めるとまだ5分ぐらいかかるのでやめますけれども、とにかく私ほとんど同時にこの人とこの人からこのことを実は聞かされて、黙っていた方がいいのか、お互いに言った方がいいのか分からんまましましたけれども、でこの方程式を見ると、まあ細かなことは言いませんけれども、とにかくそのあのラプラシアンはとにかく左に持っていくのがごくごく自然である、そうしないといけないということが分かる構造になっております。よろしいですか。まあそういうことでございました。じゃあその次、まだ川崎教授さんと2人ですけれども、じゃあ固体の海面の方程式はまあ保存系非保存系でなんとか出せた。じゃあだけど海面というのは他にもありますね。吉川先生のお話もありましたけれども、油と水の境界っていうのがあるはずで、その方程式は、その海面方程式はどうなるんでしょうかということで、ファイというのは油の濃度と水の濃度の差みたいなもんですけれども、その時にはこのコンベクションタームが、でこれは拡散項ですけれども、でここでもポンと言っておきますが、この非線形の方がこちらの非線形よりも圧倒的に重要です。重要というか大きな寄与をします。だから右辺はゼロにします。でこちら側はナビエ・ストックス方程式のようなものですけれども、レーノルズは十分小さいところで、なおかつ速度のリラクゼーションは非常に濃度のリラクゼーションに比べて大きいですから、ゼロにします左辺を。そうしますとこれすぐ分かると思うんですけれども、またここでこいつを V イコールにしようと思うと、またグリーン関数が出てきますね。これ当たり前ですけれども、ただ非圧縮条件がありますから、単なるグリーン関数ではなくて、でそのグリーン関数をここに代入しますと右辺ゼロですから、海面方程式が得られてしまう。これも 2,3 行で実は出せてしまうわけでございます。でそれをやりますと、ノーマル方向の海面のスピードは、この表面張力、これコンスタントでいいんですが、で何でしたっけこれ、平均極率、平均極率ですね。でここに非極小性が出るわけですけども、これはその汚染テンセルというやつでございます。縦横、速度の縦横成分のうちの横成分だけ取るべきですよというプロジェクションオペレーターになっているわけでございます。でこの時こういう非極小性が出るのも、
これも感覚的に明らかで、海面がこういうふうになっているだとしましょう。でここが何かの理由で揺らいだとしましょう。揺らぐとそれは周りの海面を、じゃあ、 流体を揺らがします。ただし縦波ではなくてダンプする横波ですけれども、今の場合で、それが離れたところの海面を揺るがせるということを、この式は言っとるわけでございます。でこういうふうにして、まあ、大体その頃の、要するにここで使っていることは、海面というのは内部構造もないぐらい薄い極限を考えますよということですね。海面自体は非常に薄いんだけれども、その周りに他の自由度が非常にブロード、例えば温度のようなものが非常にブロードにあるのはよろしい、それは許すと。それだけでどういうことが言えますかということをやったのが1982年でございます。それで、あ、ちょっと疲れましたから休みましょう。ですね、この写真をお見せします。これは1983年伊豆稲取で研究会をやった時の科研費の研究会だと思うんですけども、あの昔総合 A というなんかばらまきではないかという多分批判されたやつだと思うんですが、それをやった時、いろいろご存じの方がおられると思いますし、これは当時の、今から30年前ですけども、30年前の、この分野ですね、要するに統計物理学的な分野の問題意識が非常に現れている写真でございます。真ん中におられるのが川崎教授さんですね。こちら側が安倍隆三先生、この方は鈴木先生とおっしゃって、鈴木先生やったっけ、ここは鈴木正夫先生ですね。でこれは大阪大学におられた非常に数学の偉い先生のはずでございます。でこれは皆さん非常によく知ってる倉本さんですね。倉本さんはなぜかその写真ではライトウィングに必ずおられるという噂がございます。でこれは高分子でものすごい有名なお弟子さんがここに何人かおられますけれども、土井先生ですね。でこれは、これ非常に亡くなった40歳半ばで亡くなって非常にその非常すごい損失なんですけれども、結晶成長の黒田先生ですね。それから吉森先生とか来られまして、でここメキシコ人みたいなのおりますけれども、これは応用数学者で三村正康先生でございます。それで斉藤幸夫さん、宮下さんで、この二人多分この辺り院生だと思うんですが、関本君、これ誰名前で忘れた、宮下こっちやな、田崎さん、田崎さんですね。で高須さんとか、でこのひげのおじさんは松下貢先生ですね。で沢田先生で、私はここに端の方におります。倉本さんと完全対角ですねというところにおります。まあ、何が言いたいかというと、これを見ると、あ、なんか研究テーマがフォーカスされてないなということが実は非常によくわかる。雑多な方々がおられるまだパターン形成という概念でもまだ統一されてないという、そういう時代だったように、私は感じます。ショートブレイクはここまででよろしいでしょうか。まあ、ここまで長い、あと私が司会もやっちゃう、実は笹先生から怒られると思うんですが、ここまで何か質問ございますか。じゃあなければ次に行きましょう。で、じゃあ海面の方程式をいろいろ出して、それがどうしたのですかということだと思うんですけれども、それは一つはそのフェーストランジションのダイナミクスに使いましょう、適用しましょうということでやったわけでございます。だからこれは一番簡単な場合ですね、非保存の方程式で、ランダムインシャルコレクション、ファイが0の周りで乱数を振りましょう。だから赤いところはほとんどファイの値が0です。で乱数を振ってます。それで時間発展させると、これから明らかなようにファイは1かマイナス1に落ち着くはず、落ちていくはずですね。それをやりましょう。ただこのムービーは非常に古いんで、初期のところがなんかよく見えないんですけれども、まあご容赦ください。まあこんな感じでどんどん大きくなっていきます。で川崎教授先生のアイデアは、この現象を、この統計物理学をするときにこの方程式でやるべきではない、もうほとんどここはファイは1である、ここはファイはマイナス1である
で動いてるのは解明のところだけである。だから動いてるところだけの自由度で、理論を作るべきであるということを考えられたわけでございます。で私はじゃあそうすると、教授さんはめちゃ世界的にすごい人だから絶対間違いない、絶対やるぞということで考えました。で世界で一番簡単な方程式ですね。だからこれは取り付く島もない、微分方程式にしないとどうしようもない。でただその先ほどから言ってます横軸 X で縦軸が Y の特別な座標形を取りますと、ああいうドーメインアイソトロピックなドーメングロースは非常にこの記述が難しい。それで局所的にカーブリニアのコーディネート U というのを導入しました。で U っていうのはノーマル方向の距離ですけれども、だから界面のところで0と。でそういう量を導入しますと、この方程式はポンとこういうふうに偏微分方程式の形で書けます。でこれももうちょっと整理しますと、 N というのは、ノーマル単位ベクトルですけれども、ものすごい非線形ですね、ものすごい非線形方程式が得られます。だけどそれでも強引に計算しました。ファイとファイの相関というのが物理的に非常に重要な量である。でファイと U の間は U が0が界面だから、こちらが U が正で、こちらが U が負だからサインでつながっている。まあファイと U はものすごい非線形変換になっておる。だからまあそんなことお構いなしに、その上にその時刻0の U がガウス分布しているとしましょう。でなおかつもっと強引なことで、この NN の掛け算を空間平均で置き換えてしまいましょう。そうしますとこれはもう単なる拡散方程式になってしまう。でここまで強引なことをやりますと、スケーリング関数というのが露骨にエクスプリシットにこういう形で計算できてしまいます。このオブザーバブルです。でこれで我々論文を書こうとしたんですけれども、そこで筆が止まってしまいました。なぜかというと、人に説明ができない。直行曲線座標がガウス分布してるっていうのはどういうことですかって聞かれた時に、さあって言う以外ないんですね。そうすればうまくいきます。非常に困ったわけです。ここで本当にもうここだ、本当に困ったって4年も5年も困ったわけではございません。2ヶ月か3ヶ月ほとんど神経衰弱になるぐらい困りましたけれども、でその時にこの人が出てくる。昔買ってポスドクやってたところ、ピッツバーグに遊びに行きました。そうするとジャスノさんが、お前なんかえらい消耗した顔しとるなと、話してみんかいって。で話してみると、すぐに彼はすぐにその日のうちに正解を言いました。太田さん、あんたの U フィールドというのはカービリには来いねんなんと思うといけないんだ。レベルセット関数だと思えと。つまりこういう関数がありまして、その0点の周り集合が、界面を表すんであると。そういうふうに思えばガウス分布しているなんていうのは全然問題ないでしょうと言われて、あ、そらそうや、そらそうやと、私はこういうふうに返事をしたわけでございます。それで論文書きました。これも1982年のことでございます。ところがですね、ジャスノさんと私、あ、レベルセット関数、あ、これはめちゃくちゃいいアイデアだと思った次の瞬間、ものすごく心配になりました。それはなぜかというと、これ誰も思うことだと思う、あ、数学者がいっぱいいるからええ加減なこと言えないんですが、レベルセットリプレゼンテーションは界面の運動をユニークに記述するのかと、これは本当にちょっと心配なことで、なんでかというと分かりますよね。これ1次元で書いてるからこれミスリーディングなんですけれども、まあそのレベルセットって、まあ赤のようなやつでもいいし、青のような関数でもいい。でゼロのところが界面ですね。界面の運動はレベルセット関数が赤であろうと青であろうと同じになる。という同じにならないと理論がもうめちゃくちゃナンセンスということで、これは私は証明できませんでした。証明はできませんでした。そうするとまたこう噛みつく方がおられて、国色先生目を開けてください。開けました。大野先生と私仲良くて、1980年頃は公文誌の繰り込み群の論文ボン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 書いてた時代でございます。で大野先生会うたびにこういうことを言われました。太田さん、
あんたの有関数は数学的にちゃんと定義されてない、ちゃんと定義されてないものを使った理論というのはシミュレーションと合おうと実験と合おうと何の意味もないです。会うたびに言われる。だから喧嘩してるわけないです。またこの人言ってない、また言ってない、あ、言ってるってことは自分も何とかしようと思ったけどできないから言ってんだなということは分かるんですが、それは腹は立ちますよね。また言ってる大野先生、もし聞いてたらよろしくお願いします。ところがですね、日本人が助けてくれた応用数学者、チェンさんとギガさんと後藤さん、ギガさんは今東大におられるんじゃないかと思うんですけど、ですか、東大ですね、1971年、ジャーナル・ディファレンシャル・ジオメトリー、なんか知りませんが、数学的に厳密に、なんかユニークネスとエビステンスを証明されたようでございます。で、その例として、まさに我々の方程式が書いてある、その論文の中に。で、ある日大野さんに、なんかジャーナル・ディファレンシャル・イクエーション・ジオメトリーという雑誌になんか妙な論文ありますよ、それからも一言も言わなくなったんですね、この件に関して。まあそういうことでございます。で、もう一つ恐ろしいことをやってます。プレアベレージングという記事ですけれども、これは私覚えてるんですが、京都大学に集中講義に来いと言われて笹さんに呼ばれていって、笹さんまた助手やったと思うんですけど、その時にこの件を批判されました。プレアベレージングはいけませんねと批判されたわけですけども、要するに本当はこうなのを平均で置き換えた、じゃあその本物と平均の差は一体どれぐらいやねんというのは実は問題になったわけですが、それはまあ一応の解決は1998年、非常に遅れてます、こういう人ですけど。で、これは実はオーダー空間の次元分の1ではない、その2乗分の1であるということで、これはかなりハッピーなことで、3次元であれば9分の1ですよね、量的だ、非常にハッピーなことでございます。それで、だから この論文にフェーズオーダリングという概念というか言葉が出てまいりました。これについてまた大野さんといろいろなやり取りがあって、これは大野さんのコントリビューションが 100% でございます。大野さんがフェーズオーダリングという概念を世界に定着させました。そのいきさつを今からお話しします。ちょっと待って、その前に待って、すいません準備がほとんどできてないということはバレバレですが、もう一回これ先ほどと同じ方程式ですね。非保存系の同盟グロース、秩序化仮定はこういう同盟を発展しますよ。ところがお見せしてなかったんですけれども、ではここにラプラシアンがあると全然話が変わりますよ。そういうのはフェーズセパレーションとかスピナドル分解というんですけれども、ファイが空間平均がゼロの場合は、こういう感じで大きくなっていきますよ。Y の空間平均が0でない場合は、ああいうドロップレットみたいなのができて、小さいやつは消えて、大きいやつはどんどん大きくなっていきますよ。要するに、こういう少ないのが3種類ございます。あら、もう一つ、あとでミクロ相分離というのが付け加えると、4種類とか5種類こういうことがあるんですけれども、それを統一的に言える概念がないと不便ですよね、と。ということを大野さんが言い出したわけでございます。1986年頃だったと思うんですが、私がイリノイに遊びに行った時ですね。今言ったことですけれども、非保存系とかスピナダル分解保存系のオーダリングダイナミクスを統一的に言い表す概念はないもんかなということを、突然に車を運転して、大野さんが車を運転してて、私は助手席に乗っている時に突然言い始めた。で、私は苦し紛れに恐る恐るハバートフェーズオーダリングとこう言ってみたんですけれども、大野さんは非常にクリティカルな人で、あまりゾッとしないですね、サウンドノットソークレイジーは、あの大野さんの最終講義ではございません、これは私の最終講義ですこういうことを言われて、で、私もこれ忘れてたんですね。だけど大野さんはこれを、その頃大野先生はセルダイナミカルアプローチだったっけ、なんかそういうのでものすごいいっぱい論文を書き始めた時期、その論文すべてにフェーズオーダリングという言葉をつけたんですね。そのためにこの業界で
フェーズオーダリングという言葉は定着したということでございます。例えばこの人覚えてますよね。私が学位論文を書くときに非常にお世話になった人ですけれども、相手は何も知らないと思うんですが、お世話になった人で、この人が1994年にレビューアーティクルを書きました。そのタイトルがセオリーオブフェーズオーダリングキネティクスで、この論文はなんか非常に引用されているがためにもう一回2002年に出版されたという経緯がございます。まあ、そういうことがあったわけですが、まあ、ここで申し上げたいことは、界面ダイナミクスの方法で成功したのはその非保存系だけである。保存系とか液体系は実はこの方法では成功していません。十分満足な形で理論が成功していません。それで何ですかね。はい、そしたらですね、じゃあ 今のは、フェーズトランジションダイナミクスへの解明のアプローチ、方法ですが、これは材料科学へ解明のアプローチというのを、まあ、いくつかやりましたよということで、この部分は、省略、ほとんど省略します。一つだけお話しますけれども、一つはそのミクロ層分離系への解明の適用ですね。それから二つ目は高分子系のレオロジンで解明の時、3番目はこれ全然違って合金ですけれども、形状記憶合金が実はそのゴム弾性的挙動をするという実験が80年以上未解決、それに対して界面ダイナミクスでやってみましたよという3つあるんですが、1番目のことだけを非常に簡単にお話しさせていただきます。これはもう1908年の半ばですけれども、西俊夫先生、その当時東大におられて今東京工業大学ですけれども、東京で非常に小さな研究会がございました。ドメスティックな研究会、参加者が10人とか15人ぐらいしかいない。そこになぜか私行ってまして、で西先生が、実はフェーズセパレーションには2種類あるんだぞと、マクロとミクロ。マクロというのはどん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 ドメインが無限に大きくなる。でミクロというのはドメインはどんどん大きくならなくて、ナノスケールあるいはメソスケールでドメイン成長が止まりますよと。だからそれはもうそれ聞いた瞬間誰でも思うことですけれども、じゃあそういうミクロ層分離のランダウ理論というのはどんなんでしょうかということをまあ考えるわけでございます。でもう1980年にフランスのライブラーという人がその理論は作ってたわけですけれども、我々それに満足せるせず、まあそういう4年も5年もすでにやられてても全然へこたれない、自分で考えるぞということで考えたわけでございますけれども、まあこれどうでもよくて、ある分子がございます。ある部分と別の分、2種類の分子から共有結合でつながっている。でこのお互いは仲が悪いと、そういう場合に、こんな感じで相乗構造ができたり、あるいは、いろんな構造がこうできたりするわけですね。非常にジャイロイド構造とかややこしい構造とか。でこういう構造ができる、その基本的なフリーエナジーはどんなもんでしょうかと。皆さんご存じのように原子ランダウイルスフリーエナジーがこの場合にはどうモディファイされるでしょうか。ギリギリ簡単な場合にどうモディファイされるでしょうかということを問題にするわけでございます。で、まあ、結論的には1986年に京井さんと一緒に論文書きました。ただその時に橋本先生、これは京大工学部におられた先生ですけども、この先生世界的にこのブロッコポリマーの実験で世界的な知られた方で、この方にいろいろ私エレメンタルな質問から全部しました。ブロッコポリマーってどこで使われてるんですか。君ね、ジョギングシューズの底はブロッコポリマーですよ。ということを教えてくれ。怒らずに教えてくれるんです。ずっと。で何が違うかと言いますと、よろしいですか。2種類の赤と青の粒子がいて、それが、まあ、熱運動で動き回ってる。あるいは溶媒があってブラウンドしてる。でもいいんですが、
でこの仮想的なこの領域の中から、だからこいつは出ていったり、入ったりいろいろしてるわけですね。だから赤と青にの全体に対する赤の粒子の数というのは時々刻々揺らいでいます。ところがそのペアを全部くっつけましょう。くっつけますと、このスケールがこの分子の大きさよりも十分大きいとですよ、こういうのが無視できるというような場合には、青が出ると赤も出る、赤が入ると青も入る、必ずペアで出たり入ったりするわけですね。そうしますと濃度は揺らがないですね。当たり前ですけども、全体に対する赤の粒子の数はというと揺らがない。だから揺らがないということをフレナージに考慮すればよろしい。でそれは、だから超波長極限で、これは波数ですけども、超波長極限 Q が0で濃度揺らぎがあればフリーエナジーがめちゃくちゃ高くなりますよ、こういうターンも入れればよろしい。だからクーロン相互作用、リパルシブなクーロン相互作用を入れればよろしいということが分かるわけでございます、一番簡単には。ただこれはいろいろ高分子の業界では批判もされてて、その批判に対していろいろ真面目に修正を超えた宇根山君というのがどっかそこら座ってますので、その部分は宇根山君に聞いてください。ギリギリだから、ここがいわゆるギンズボランダウウィルソンのフリーエナジーですけれども、それに長距離相互作用をつけましょう。別にその高分子がチャージを持っているわけではございません。エントロピックなオリジンで長距離相互作用が出てくる。だからこの長距離相互作用がゆえに、ここの宇宙でそういう方がおられたと思うんですけれども、佐藤和彦さん関係の方々が、これと全く同じ話を量子系でなさっておられることはよくご存じだと思います。中性子体の中にミクロ相分構造がありますよというような仕事ですね。でだから発展方程式は今のフリーエナジーを微分するわけで、ここにラプラシアンがあります。このラプラシアンと先ほど の空論相互作用がこうキャンセルして、発展方程式では長距離が全くなくなって、リニアダンピングタームが出る。でこれを最初にやったのはこのやっぱり大野さんたちなんですけども、そうしますと α がノンゼロの場合は確かにドメインは無限に大きくはならないとこういう形でディスロケーションなんかができますが、それにもペアアンニヒレーションを起こしたりします。あるいはこういう水玉模様ができて安定化する。でこのこういうしましま模様と吉川先生がお話になったチューリングパターンの形成との間の関係というのもお話をすれば面白いんですけれども、10分ぐらいはかかりますので省略をします。言いたいことは、全く違う現象ですけれども、背後にある数学は実はつながっておるということでございます。それ でここまでで、いわゆる伝統的な物理ですね、材料物理やったっけ、マテリアルサイエンスとかフェイストランションダイナミクスに使ったわけですけども、ここからちょっと非平衡、ちょっとヤクザな分野ですね、非平衡非平衡でインターフェーシャルアプローチというのはやっぱりできますよ、非常にリッチな結果が出せますよということをお話しましょう。ところが皆さん、これも吉川さんとこの学生さんとか関係者みんな知ってることですけども、散逸系のにもパルスというのは存在できるわけですが、それはぶつかっても何も面白いこと起こりませんよというのが常識です。実際にやってみますと、これ周期境界条件で1次元でやってますから向こうから出てくるわけですが、でぶつかります、ぶつかりますとペアアンニヒレーション起こす、何も起こらないわけですね干渉も何も起こらない。でそれは実験的にもそうで、これはその私の修士論文のベロソフ・ジャブチンスキー反応ですが、この実験山口智彦さん産総研の方からもらったんですけども、ここにこの波がこうぶつかってるんですけども、こう言いにくいですから、とにかくこう波がぶつかってるんです。ぶつかったらやっぱりこう消えてる、要するにぶつかって干渉島なんては絶対できない、あるいはそこからこうまたこう波が湧き出すようなことは絶対とは言いません、まず起こらないということが常識だったわけで、何もダイナミクスは面白くないですねと言われたわけですが、ここでまた
多彩な多芸なこの方小林亮さんが出現します。太田さんって言ったかどうか言わなかったですね非常に面白いムービーを見せてあげましょう。これは純粋に散逸系ですけども、それのヘッドオンコリジョンはあなたが今まで常識だと思ってたことと違うことが起こります。1994年ですけれども、そのムービー自体は私持っていません。元の論文で見せしますけれども、ショー・ウルトワさんたち、グレイソコットモデルというのは、まあこう拡散と反応項、拡散と反応項で、非線形は α×β 以上、α×β、 こういう非線形ですけれども、空間1次元ですね。で時間がこっちです。そうしますとパルスがこう右に走り、このパルスは右に走り、ここで衝突するんですが、普通衝突すると消えるはずなんですけども、消えませんよと、反射しますよということをシミュレーションで示したわけでございます。でこれは何やらとんでもなくすごいことであるということで、この理論をぜひ作りたいということを考えました。でその時にやはり界面ダイナミクスでやりましょう。で最初にやったことは、私この頃お茶の水大学にいて、これ清瀬淳子さんという非常に優秀な方と一緒にやったんですけれども、パルスの場合は難しい。まずそのこういうふうな界面がある場合、この界面がこっちに来て、これもこっちに来てぶつかると。でこれは磁性体のイジングモデルなんかの磁壁の運動を考えてみれば分かるように、ぶつかったら消えてなくなるだけですね、普通は。だけど他に自由度がある。ここに点線で書いてますけども、点線で書いているような量がございますと、そいつが反発を生むと。実際にこれシミュレーションの結果ですが、空間で後ろが時間ですけれども、界面2つこうぶつかって消えずに反射していると。でそういうシミュレーションだけをやったわけではなくて、その界面の位置イーター t に対する発展方程式を界面ダイナミクスの方法でちゃんと出しました。でどういう場合にこういう反射が起こり、どういう場合にペアアンニヒレーションが起こるかということを解析的に予言しました。でそれができて、これは1994年、6年ですか。でその次にじゃあその応用数学者の三村先生、先ほどの写真でメキシコ人みたいな顔してた人ですけれども、その先生に助太刀頼んで、じゃあパルスがある場合、パルスがあってもこういうパルス、界面2つからなってる、そういうパルスを2つぶつけた時に、反射するような、つまり界面方程式ですね。だから、変数が4つになりますけれども、変数が4つのジョビムン方程式のにアナリティック、解析的にリラクションできる。それで解析的にどういうところで反射が起こる、どういうところでペアアンニヒレーションが起こるというようなことが予言できたわけでございます。でそれを2001年にじゃあ1次元じゃなくて一般の次元でもやれますよということで、重心の位置をロー1としてお互いぶつかったときにどういう発展方程式になるかというようなことを、まあ、論文書いたわけでございます。まあ、その時の担当エディターが倉本先生でございました。でただこの論文を書いた時にもうすでに分かってたことですけれども、こういうドメインはある速度で動くと、球形あるいは円形を保てない。一般 相対論とは関係ないんですけれども、こういう場合もドメイン動くと変形しちゃう。相対論効果とは何の関係もないですよ。だけど変形しちゃう。それが実験事実でありコンピューターシミュレーションの事実です。だから変形を考えないといけないんだけれども、それはこの黄色で書いてるところですが、変形を入れるのは近い将来やるぞと宣言して全然やらなかった。ずっと気になったのはずっとやらなかったですね。やらなかった。でそれをやったのは2009年になって、やはり非常に心配だったので、大隈君という学生さん、この非常に優秀な学生さんが来られて、でやりました。でインターフェースダイナミクスでやりました。そうしますとここにそういう一個のドメインがあるんですが、こいつが走ると勝手に動くと。でこのドメインがある程度硬いときは直進します。
で、明らかなようにこれがまん丸じゃないですね。バナナ型をして直進します。ところがパラメータ変えて、このドメインがちょっと柔らかになると直進できなくなります。これがこの絵です。どこ行った？この絵ですが、ぐるぐると回転を始めます。で、もっとこのパラメータ変えてドメインを柔らかくしますと、もっと回こういう回転もできなくなって、こういうふうにジグザグ運動、変形と運動の方向とがストロングリーコリレーティブですね。で、こういうことをその2009年にパッとやったわけではなくて、この背後には東大に佐野先生という方がおられるんですけども、そこに非常に頻繁に行ってて、あ、こういうの中おられますね。前田さんっていうのが市川さんのところにおられるんですけれども、先駆けじゃなくて、あれ何でしたっけ、あ、すみません、ハクビですね、ハクビの方、彼とか相手いろいろ細胞のこういう運動に関していろいろこう議論してたんですね。前田さんとはしなかったですけど、前田さん確かにアメリカかどっか行っておられてしなかったですけども、そういうことがあって、それが積もり積もったあと、これがこのことがポンとできたということでございます。だけどそれだけではやっぱりこうやっぱりいけなくて、やっぱりこういう動くものというのは大体この液体の中の方が多いわけでございます。そうしますとどうしても流体の中でのドロップレットの運動という、これも実験ございますけど、吉川先生のところでも実験やってますが、まあとにかくなんかこう実験がございまして、これは東大の菅原先生とこの実験ですが、こういう感じでドロップレットがいて、そこで何らかの化学反応が起こっている。化学反応が起こって、この場合ちょっといろんな解釈があるんですが、化学反応が起こって新しい物質ができることによって、表面張力がこっちとこっちで値が変わる。だからそんな表面張力が小さい方は膨らもうとしますね。表面張力が大きい方は縮もうとします。だからこっちに動くというようなことが実は起こるわけでございます。で、じゃあこれの理論を作ろうということで、基盤になるのが30年前のバイナリーフルイドで界面方程式を書きました。あれを思い出して、あれでできるぞと。で、これは私も疲れ果ててたので、私がこう誘ったわけ違いますよ。藪中さんという、これは荒木さんというか尾貫さんというか、そこの学生さんですね。ちょっとぼやっとした写真で申し訳ございません。それから吉永さん、これは吉川さんのところで学位を取って、今東北大学におられますけど、この2人がほとんど勝手に、要するにこういうことができるのが、まあ、自慢するとすると京都大学物理かなと。要するにすぐ隣の研究の学生さんと何の断りもなく一緒にやって論文を書いちゃうという、多分理論だからできるんだと思うんですけれども、いやすみません、実験でもできるかもしれませんが、まあそういうことを我々勝手にやると、内心何思われてるか知りませんが勝手にやるということをやりました。で、どうやったかというと、2012年ですけども、1982年にやったことの一般化ですね。こういう方程式と、こういう方程式、ここに第三成分のタームがありまして、第三成分もやはりこんな方程式ですよ。この気持ちは何かというと、ここにドロップレットがありますと、その内部で θ というのはステップ関数です。内部で C というのは生み出されますよ、化学反応で生み出されますよ、でそれは拡散で外側に行きますよ、でその第三成分が実はこの界面張力を変えますよと、そういうアサンプションを入れます。まあその前にもう今の方程式だけから界面の運動方程式が実は出せます。ノーマル方向の速度は2つの部分間になります。 V1 というのは30年前にあったその式そのもので、この場合化学反応が、表面張力がその場所によって、海面の場所によって違う場合は、このタンジェンシャルな方向にも速度を持ちますよということですけれども、その2つが、この2つが実は非常に重要で、で、もう一つはその
海面での第三成分の濃度によって海面張力が変化します、値が変わりますよというようなことを導入します。でこの方程式、第三成分の方程式を、これは非常にブロードに分布しているとします。海面はシャープで、第三成分は非常にブロードに分布しているとしますと、まあ、ある近似を使ってこうごたごたやって、実は重心の方程式、ドロップレットの重心の速度の微分ですね、加速度が、ここは標準形ですね、タウがタウ C より小さければ負だから速度ゼロになる、 G 正です。タウがタウ C よりでかければ有限の速度で動き出すというようなことが確かに起こりますよということが予言できます。ただしこういうのを書いて単に嬉しがっててはダメで、この質量が負になれば非常に困ります。それからこの、その非線傾向の係数が負になればまた困ります。で実際に数値計算やってみますと全て正であるということで、でそのバイファーケーションの値もマテリアルパラメーターできっちり書けるというふうな理論ができたわけでございます。でこういうことは30年前に川崎教授さんと海面方程式、バイナリーフルイドの海面方程式を書いているときに、こんなことまでこういくだろうなどとは全く考えもしていなかったことでございます。それでこれで大体以上だと思うんですけれども、でまあ最終講義ですから括弧を少しはつけないといけない、将来の問題は何かということですが、一つはこれ途中で言いましたけれども、そのフェーズオーダリングあるいはマクロ相分位のキネティクスに関しては理論が全然不十分のまま、みんな疲れ果ててもう誰もやらなくなっています。だからこれは未解決問題として残っています。2番目はこれはちゃんとお話しなかったところですけれども、ミクロ相分にはいろんな構造が熱平衡でできます。その構造間の転移というのは、どうなるのでしょうかということも、これ海面ダイナミクスの一般化することによってできるはずなんですけれども、それもちゃんとやれています。で3番目はそういう流れる物質の中に周期構造ができている時のその物質のレオロジーですね、ビスコシティだの何だのかんだの、そういう性質がどうなるんですかということも、これも実験とか理論いろいろあるようでございますけれども、なかなかシステマティックなものはまだないようでございます。これも薮中さんと一緒にやったりはしています。でこれがもうなんていうか近々の問題ですね。もう少し大きな問題ないんですか言われれば、多分これも言いましたけれども、今までの海面ダイナミクスは海面自体は厚さが無限小である、内部構造がない、ただしその周りに他の自由度がブロードに分布しててもいいですよということは許す。であの海面自体が内部構造を持っているというのは、吉川先生のお話もありましたけれども、ソフトマターとか生態系では全てがそうなんですね。ほんならそれに対してちゃんとした理論は作らないといけないでしょう。あるいは単なるそういうスタティックな話ではなくて、そう生態細胞がこう動くと、動いていく、それも何らか、まあ、非常に一般的な意味で海面ですね。こういうのことに関して理論というのはございません。別にニュートン力学を変えるわけではないと思いますし、量子力学を変えるわけではないと思いますけれども、ベーシックな理論はないと、ファンダメンタルな理論はないというふうに思うわけでございます。で実は先週私ハイデルベルク大学に行ってたんですけれども、そこで田中元さんという日本人、非常に40歳ぐらいでドイツのフルプロフェッサーになったすごい人、その人と1週間ずっと話をしてて、学生さんでもずっと話をしてて、それでその今言ったようなことは実はもう理論を作る、なんていうの、下地が実はできつつある、要するに実験が、非常に精密な実験が実はなされつつある、日本ではまだちょっとまだなんですけども、実はなされつつある。どういう実験かと言いますと、ここにそういう海面があるとしましょう。そうしますと、まあ、X 線を当てて反射を見る、こういうのはまあ前からあるわけで、でこの角度を見る、これも前からあるわけですけども、 X 線を当てることにここで傾向を出して、その傾向をここでディテクトする、そういう3つを同時に組み合わせた実験をソフトマターでやったというのはこの人たちが1年ぐらい前にやったのが最初だということでございます。でそういうことをやることによって、
実はこれも同じ絵ですけれども、これの深さ方向ですね、海面の構造、内部構造、例えばこれは何を言ってるかというと、この方向、これはこちら側が水でこちら側が空気なんですけれども、だからこのまあ海面なんですが、海面にいろんなものがあって内部構造があると、なんかぶら下がったりしてるわけですけれども、そういう構造があるときに、この S ですね、これ S って硫黄ですか、硫黄原子がどういうふうに分布してるかというのが分かると。それからここに何があるかということもこういう感じで分かる、エレクトロン電子も分かると、非常にその厳密精密にナノスケールでそういう情報が実は実験的に得られつつある。こういうことはちゃんと覚えておいた方がよくって、必ずこういう実験が進むと必ず理論が出てきます、必ず理論が出てきます。だから私はもう理論はやりませんけれども、特に若い方々はこういうのを覚えておいて、その世界に遅れないよ、先にやっちゃうと、理論をやっちゃうというふうによろしくお願いしたいと思います。ね、まだあったっけ。3番目は、まあここはひょっとしたら笹さんと意見が違うところがもう分かりませんけれども、まあ40年前に富田先生が非線形非平行形の研究これからやるべきですよと言った時には、まあ2つ問題が、1つはそういう非平行形で我々みたいな秩序がある、そういうのは熱理学原理で成り立っているとはとても思えない、そうするとどういうプリンシプルでそういう秩序ができているのであるか、これは40年経っても未解決で、もう一つはそういう非平行状態での揺らぎ、特にここはちょっとまあいろいろごたごたするんですが、熱揺らぎでない揺らぎですね、熱揺らぎでない揺らぎというのは世の中にいっぱいあるわけですけども、そういうものをなんかアインシュタインさんがやったような熱揺らぎに対してやったような陽動単位定理のようなものがあるのかないのか、そういうのを調べるということも依然40年間未解決だというふうに私は思っています。だからやるべき大きなことは、で、まあ、この2番目のに関して言いますと、笹さんは非常に重要なコントリビューションを約10年前にしたわけでございます。これ何でしたっけ。あ、これはディスカッション用ですね。ここでお話を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。海面大の道という言葉で40年を非常に美しく述べた方が好きだったと思いますが、質問かコメント、一般的なことでもいいかと思いますし、学問的なことでもいいかと思いますけど、何かありませんでしょうか。なければ私がいっぱい質問してしまうので、それでは、それまずいと思いますので、どなたか、特に、若い人、最近の若い人はおとなしいんですよね。どなたかいませんでしょうか。さっき、ひでこと言ったのは、ひでこがヤクザと言ったのは、やってる人がヤクザなんですか、それとも分野なんですか。両方だと思いますね。はい。やっぱり、いや、我々とか笹さん見ればもう別然、はい。他に何か、一般的なことからちょっと質問させていただきたいんですが、まあ、こういう途中で、スランプになってのたうって、でも2ヶ月だったという、ちょっとけしからぬセリフが出てきたんです。けしからぬ思えるセリフが出てきたわけですが、私などはすぐにドツボにはまって半年、1年、人生を無駄にしてしまうんですけど、そういう人生の無駄にする時間というのは2ヶ月ぐらいで済むもんなんですか。いや、すまないですね。言わなかったことありますけれども、半年、1年、サムルール、満たすべきサムルールが、繰り込み軍の計算やってて、満たすべきサムルールがどうしても満たせなくて、仕方なく大野さんに聞いてもわからんで、それで半年1年近くのたうち回ったことありますね。はい、それは結果的にはまあ細かなこと言いますけれども、計算せずにズルをして、このタームは4次元からの展開のハイヤーオーダーであろうと思い込んでたやつが実はハイヤーオーダーなくて、それを考えるときれいにサムルールを満たしていることが実は起こったりするわけでございます。
あれですか、結果にうまくいったものというのは2ヶ月で済んでるけれど、うまくいかないものは半年、1年かかる。おっしゃってるんです。それは人によると思いますね。要するに何割バッターかという言い方をすると、ある偉い公文士の先生はほとんど10、わしは10割であると、まさにそうおっしゃった先生おられますけれども、私は1割バッターですね。だからもうできなくて、力尽きて、ちょっと他のことをやろうとして、やれてない問題というのは、いくらでも申し上げることはできます。それに関連してですけども、オープンプログラムの一つだったかな、総務の話の保存権の話ですけれども、私が大学の時にはもうすでにその話があったので、あと残っているのは保存権ぐらいかなと思って、一生懸命頑張ろうとしたんですけども、少し難しくて、まあ、だけど、まあ、これ大津先生は多分もっと頑張られたんじゃないかと思うんですけど、だからそう、あ、よくぞ言ってくれました。だから8年か10年苦しみました。ああ、はい、8年か10年、はい、はいはい、それなんかうまくいかない、何が書きかなんかというのが見えて、うん、あれはそれ答えはない、答えはないですね。何がうまくいかないかというと、非局所ですね、局所性をどうするのか、あそこを非常にいい加減なことをやると全体に保存量であるということが満たせなくなるんですね。でそれをどう、だから今のもうほとんど忘れかかってますけれども、多分レベルセットの方法はうまくいかないんだと思いますね。それにこだわってたんじゃダメだと思いますね、はい、そういう古典的な問題は若い人がもう一度チャレンジするのにも非常にいいかなと思います。統計力学の研究所、研究室に入られて、でそれでずっと、まあ、今の業績を上げられてたんですけども、ところが、エントロピーとかですね、要するに扱われているのは数学的には非線形偏微分方程式を、まあ、ずっとついてきた直感でどうしたら、そこにまあ天才があるんでしょうけども、その後そのエントロピーだとかですね、その非平衡熱力学的な概念みたいなのがどういう役割しているのかというのが見えなかったんですけど、全然役割してないんでしょうか。あるいはさっきのその極率というのが海面ダイナミクスに重要な役割を果たしているようですけども、そういう統計力学とか熱力学というのは背景にあるのかないのか。ですね、それは小宮先生のご質問ちゃんと多分理解してないと思うんですが、一つの言い方は特に非線形非平衡物理学のうちの非線形物理学に関しては、これは特にそこらの応用数学者はもう 100% 納得するなんです、することなんですけれども、フリーエナジーがあるかないかなんていうのは重要なことではない、これは言い切りますよね。数学者は偏分系であるか偏分系でないかなんていうのは、特に海面方程式、海面ダイナミクスを方程式化するときに何の違いもないという言い方をします。だからそのことは横に置いといて、でそれは私もそうだと思ってます。そのことは横に置いといて、この非平衡物理学、統計的な方になりますと、特にその非平衡定常形だの何だろうの、統計物理学をどうやって作りますかということに関しましては、私は未だに七転八倒してます。だから1970年にイルレバーシブルサーキュレーションという概念を富田先生とか、もう一人の富田先生とか出されたわけ、すみません、73年でしたっけ覚えてないまあ、その後出されたそういうこととその非平衡系のエントロピーがどう関係していること、そういうことは、まあ、笹さんもなんかずっと前からこうなんかやってはるようでございます。だから、まあ、笹さんは笹さんの流でやってるんだと思うんですけれども、これはちょっとネガティブな言い方しますけれども、私にとって非平衡揺らぎは難しい、非常に難しい。ファンダメンタルクエスチョンの3番目という話だと思いますけども、最後にはそういう問題を取り上げられていて、まあ、こういうのと、エントロピーという概念が、例えばそういうパターンの概念とどう関わってくるか、そういう話は、まあ、今後、
10年、20年の間にもう少し熟されてくるかと思います。他に何でしょうか。あ、はい。この分野の理論で一度尽くしましょう。だから非線形、非線形断面に関しては、例えばV イコール K って美しいですよね。それとか KPG 方程式も美しいですよね。それから倉本柴センスキー方程式も美しいですよね。美しい方程式あります。で、非平行揺らぎの方で美しい公式はというと、まあ、ご存知だと思うんですけど、揺らぎの定理とかですね、ジャロシンスキーの等式、首横に振ってますけど、あの人まあそういうのは一応美しい、ただし何の役にも立たない、だから我々困ってるわけですけれども、はい、いい質問だと思います。はい、モデルやマルチャン性で物を見る感じだって、だいぶ答えも違うかもしれませんけど、後で議論しましょうそしたらそろそろよろしいでしょうか。時間も来ましたので、花束の贈呈をしたいと思います。物理教室から一つと、エバッターさんご夫妻に代わりまして、申し訳ないですけど、私がなんか勝手に花束をいただいて、物理教室からありがとうございます。ありがとうございます。まあでもちょっとなんかこんなこと起こらへんからね。